港町駅舎入り口付近に本楽曲の歌碑が見える、港町13番地は、美空ひばりのシングル。1957年3月10日に、SP レコードとして、同年6月15日に45回転レコードとして発売。ひばりが生前好んで歌ったマドロス曲の一つであり、ひばりの故郷である横浜市と隣の川崎市が舞台になっている。本楽曲のタイトルにある港町とは、美空ひばりが所属のレコード会社、日本コロンビアの本社及び工場があった川崎市、川崎区港町から取られている。日本コロンビア工場は2007年に、ただしその番地は9番地であり、13番地は、存在しないが、歌詞では作詞の石本美由紀が、語呂の良さから13番地にした。こうした縁もあり、京浜急行電鉄が2013年3月1日に、本曲の歌碑を大師線港町駅に建立。ひばりの等身大の姿や、実寸の手形とサイン、発売当時のレコードジャケットも描かれ、ボタンを押すと本楽曲を歌唱している、ひばりの歌声が流れるようになっている。また、ホームへ上る階段には本楽曲の音符オブジェが設置され、ホームにはメロディー譜が描かれている。さらに、同3月2日からは、同駅の接近メロディーとなり、港町駅は、美空ひばり一色の駅になっている。歌詞の中の、銀杏並木の敷石道は、山下公園、マドロス酒場は、馬車道あたりの酒場がイメージされたものだという。日本レコード協会発行の機関誌、ザ・レコードに掲載された1957年の各社ベストセラーチャートで、港町13番地はコロンビアの年間チャート1位を記録した。1998年時点でのシングル売り上げは、日本コロンビア調べで100万枚。2003年下半期に放送された NHK 連続テレビ小説、てるてる家族の第17話では本楽曲が使用された。また、2013年上半期に放送された連続テレビ小説「あまちゃん」では宮本信子演じる天野夏と蟹江敬三を演じる天野忠兵衛が本楽曲を歌唱した。1991年7月1日にカップリング曲を「あの日の船はもう来ない」に変更してシングル CD として発売。港町13番地作詞、石本美由紀、作曲、編曲、上原弦と伊豆の乗り合いバス作詞、石本美由紀、作曲、編曲、上原弦と港町13番地、あの日の船はもう来ない作詞、西沢壮、作曲、編曲、上原弦と。ありがとうございます。